紙のトイレシートカバーの正しい使い方を知らない人って結構多いんですよ。あの舌みたいな形のフラップを切り取ってしまうのは正しくないんです。破り取ったり後ろに出したままにしないで、カバーを敷いた後便器の中に垂らしましょう。トイレを流した時、フラップが一緒に引っ張られてカバーも一緒に流れますからね。これならいろんな意味で安心ですね。公衆トイレにプライバシーはあまりありませんよね。特にドアの下部分が開いている時は、この隙間には通気の役割と人が長居するのを防ぐ目的があるんです。入っている人に直ちに助けが必要な場合は、緊急時のアクセスにも役立ちます。ところでシーリングファンって暑い日のためのものだけじゃないって知っていましたか？上に小さなスイッチがあって、扇風機の方向を変えることができるんです。夏用設定は反時計回りで、涼しい空気を上へ吸い上げ、空気の循環を良くさせます。そして冬用設定は時計回りで、暖かい空気を下へ送ってくれるのです。携帯の電波状態アイコンバーがフルだからといって電波がとてもいいってわけじゃないんです。それぞれのスマホのメーカーは電波状況の強さを感知する独自のアルゴリズムを使っています。それで好きなようにバーを立てることができるんです。あるメーカーと他のメーカーではかなりバーの数に違いが出ますけどね。名前は言いませんが、私はチョコレートバーで結構です。食器洗い機にお皿を入れる前に水で流すのは意味がないかもしれませんね。現代の食洗機はほとんど中にセンサーがついていて、お皿の汚れ具合を感知してくれるんですから。それで水の量をコントロールするんです。固形で残った食べ物を取り除いて正しく詰めば、あとは食洗機が洗ってくれますよ。ペットボトルのキャップの下にあるディスクは製造プロセスで余った部分ではないんです。実はこれ、蓋をきっちり密閉するためのもの。それでボトルを上下逆さまにしても中身が漏れないんですね。プラスチックのディスクは炭酸飲料の炭酸が抜けにくくする役目もあるので、冷蔵庫に戻すのなら捨てないように。パスタを作るとき、木のスプーンを鍋に渡しておくとお湯が吹きこぼれるのを防ぐことができます。スプーンに触れると泡が不安定になってコンロにこぼれるのを防げるんです。もっと早く教えてくれればよかったのに。プログレスバーが 50% だったらファイルが半分ダウンロードされたというわけではありません。すべてすでにダウンロードされている場合も、全くされていない場合もあります。あれはただ安心感を与えるためだけのもの。ダウンロードの速さはインターネットのスピードとネットワークの可用性によります。ファイルの処理の仕方や適切な場所にファイルを置くかを決めるのはパソコンのハードドライブなので、古かったり容量がいっぱいだったりするとダウンロードが遅くなるんです。美味しいスムージーを作るには、まず液体を先に入れましょう。牛乳やココナッツウォーター、コーヒー、ヨーグルトなどを入れてから他の材料を入れてくださいね。そうすれば綺麗な渦ができて全てがちゃんと混ざります。パスタの麺すくいの穴はお湯を流すためだけに開いているわけではありません。一人前の分量を測るのに便利な道具なんです。そう、穴の大きさの量が一人前なんです。穴といえば、金属のファスナーには隠れたロックがあるって知っていましたか？賢いですよね。下に下ろしておくとファスナーの刃がロックされます。上向きだと、もちろん開いてしまいますね。外国によくある横断歩道のボタンは、押せば青信号が出るってわけではないんです。このボタンは3つのカテゴリーに分かれています。まず1つ目は押さないといけないこと、2つ目は押しても何も起こらないこと、そして3つ目を押すと1日のある一定の時間以降に信号が始動します。すべてはあなたのいる都市や時間帯、その都市のどこにいるかによるんです。ボタンを押すと隣の人に水をかけられる4つ目のカテゴリーがあったら楽しいと思うんですけどね。え、楽しくないですか？付箋は横向きに剥がす方がいいんですよ。下から剥がすと紙が丸まって、時間が経つとくっつきにくくなってしまいます。オーブンの下の引き出しはフライパンや鍋、ベーキングトレイをしまう場所じゃないんです。本来は保温のための引き出しなんですよ。できたばかりの温かい食べ物を温かく保つことができるんです。アルミホイルとラップの箱はロールが出ないようにする特別なデザインになっています。
箱の左右についているタブがロックになるんです。タブを押し込めばロールが動かなくなります。ジーンズについている小さなポケットは小銭や鍵を入れるためについているわけではありません。1890年代、懐中時計を入れるために利用されていたのです。スーパーのショッピングカートには金具がついています。脱いだ上着はジャガイモや玉ねぎでいっぱいのカートの中には入れたくないですよね。この金具に服をかけることでカート内の整理整頓が上手にいくようになります。またカートの底にはもう一つカゴを置くスペースがあります。金具部分を引き上げることでその場所が確保され、車輪真上にカゴを入れることができます。カゴはフックで固定しましょう。歯にパセリが挟まった時はこの裏技を使いましょう。デンタルフロスがたるんで仕方ない時は結び目を作れば OK です。歯磨きの縞模様はそもそも変と思われるかもしれませんね。これはマーケティングの手法。70年代当時大手だった歯磨きブランドが2つの効果を強調するために中身に青の縞を足したんです。真っ白な歯磨きでも効果に変わりはありません。一方、歯ブラシの青い毛にはちゃんとした意味があります。この色が薄れてきた頃に歯ブラシを取り替えるとちょうどいいスパンになります。南京錠の底には小さな穴が開いていますね。その隠れた目的は錆を防ぐために水を抜くためなんです。また潤滑剤を入れる穴でもあり、そこにオイルを垂らすだけで動きがスムーズになります。10セント硬貨などには周りに枠のような盛り上がりがありますね。その昔、人々はコインの端を削って溶かし偽造硬貨を作っていました。このデザインのおかげで削られた硬貨は一目でわかるようになりました。オレンジの皮の剥き方でお困りの方、まずは上と下を切り落とし、皮に縦の切り込みを入れたら一発です。クリームや軟膏の容器のキャップには尖った部分が仕込まれています。チューブは金属ホイルで蓋がされているため、このキャップを逆さまに差し込んで開けるんです。こうすることで爪を割る心配もありません。ペットボトルのキャップにある内蓋は当たりと書くためのスペースだけではありません。これが気体の漏れを防いでいるんです。キャップは液体の漏れを防ぎ、内蓋は気体の漏れを防ぎます。飲むまでフレッシュというわけ。海外の消しゴムには2色のものがあり、使う側それぞれに用途があります。青い側はより分厚い紙に書かれた何かを消すのに適しており、紙が耐えられればインクでも消すことができます。ヘアピンは向きを正しく使わないと固定されません。溝が下側に来るように止めましょう。それでも安定しないという時はヘアピンにヘアスプレーを吹きかけてからつけてみましょう。多くのガラス瓶の底にはへこみがありますね。ワインを注ぐ時にそこに指を入れるとおしゃれに見えます。このへこみの専門的な呼び方はパント。喫茶店でよく目にするシュガースティックは簡単に開ける方法があります。本来の方法です。それは真ん中から折るというもの。手に砂糖がつきませんし、ゴミも散らかりません。これにはコーヒーもにっこり。コットンのパッケージに糸がある場合はバスルームのフックにかけるようと覚えておきましょう。毎回紐を引っ張る必要はありません。パッケージの底部分にはラインが引かれており、それを開ければ簡単に取り出しができます。ドアノブは多くの場合真鍮や銅、その他の銅の合金でできています。その理由は抗菌作用、微生物の繁殖を抑えてくれるんです。これらの金属の表面では数時間で微生物がいなくなります。でも手洗いをしなくていいわけではないので、しっかりと。瓶の首が長いのはなぜか。瓶を持つ時には首を持つのが正しい作法です。胴体を持ってしまうと中の温度が上がってしまいます。ワイングラスなども同じ理屈で、ステム部分を持つことで飲み物の温度が冷えたままになります。ジッパーが2つって面倒ですよね。でもこれは防犯用の仕組みで、この2つをロックしてしまえば簡単には開かなくなります。ロックを持っていないのであれば紐で縛ったり、
クリップを通したりしてスリの被害をなくすことができます。シャツの襟の裏にあるボタンはネクタイを固定するためのもの。スルスルネクタイが抜けるようでは困りますからね。靴の製造業者はお客様が第一ですから、ランニングシューズには靴ズレを防ぐ仕組みがあるんです。ヘアブラシを使うときには横向きに使わずに縦に持って溶かしてみましょう。ブラシの毛は縦に並んでいるので横に持って使うと曲がってしまうのです。このやり方で使ってみるとかなり溶かしやすいことに気づきますよ。皆さんは室内に入ってサングラスを外した後どこにしまっていますか？手で持っていたり、シャツの襟の部分にかけていたり、ポケットに入れたりしている人も多いのでは。でも一番良いのはレンズを内側にして胸ポケットに入れてテンプルを1本だけポケットの外に出すという方法。この方法だとレンズが保護されるので傷つかずに済みますよ。エレベーターに乗るときにはエチケットとして中から出る人を優先してください。この単純なルールを守っていれば人にぶつかったり厄介な状況に巻き込まれることもなくなります。皆さんの家にはペンキローラーがありますか？修理や壁の塗装をしているとローラーにペンキの厚い層ができてしまうことがありますよね。多くの人は水で洗い流したりナイフや紙でペンキを落としたりしていますが、実はもっと簡単な方法があるんです。ペンキローラー用の特別なスクイージーを使えば刃の形がローラーに完璧にフィットするので簡単に汚れを落とすことができますよ。レストランやカフェのテーブルには爪楊枝が置いてありますよね。でもほとんどの人は食べた後の使い方を間違えているんです。エチケットとして爪楊枝を使うときにはトイレに行って詰まった食べ物をきれいにするべきだということを覚えておきましょう。食器洗い機の洗剤を使うとき、外側の層は剥がす必要はありません。この層は薄いので水に触れるだけで簡単に溶ける仕組みになっているのです。お腹が空いているときに冷蔵庫でピザを見つけるとすごく嬉しいですよね。でも再加熱の方法、皆さんはどうしていますか？電子レンジやオーブンを使うこともできますが、別の方法もあるんですよ。フライパンを熱してその上にピザを置いてみましょう。そしてピザの反対側に少し水を注いで蓋をするかホイルで覆ってみましょう。そうすれば数分でピザが美味しく温まります。ほら、うまくいったでしょう。電動歯ブラシで歯を磨いている時には素早く移動させないでください。前後にスムーズに移動させた方が効果的に磨けるんですよ。レザージャケットのボタン付きのショルダーストラップにはちゃんとした目的があるんです。これはバックパックのストラップが肩から滑り落ちないための工夫なので一度試してみましょう。ストラップを外してからバックパックを背負ってボタンをはめるだけで OK。 ジュースやミルクを注ぐときは穴の開いた方を上にしてみましょう。そうすればこぼさずにうまく注げますよ。トイレを流すときには必ず蓋をしてください。開いたまま流すと目に見えない汚水の小さな粒子が飛び散ってトイレが全体的に汚染されてしまいます。多くの家庭の台所には調味料のシェイカーが置いてありますが、多くの人はスパイスを使うときに一生懸命に振っていますよね。でも穴の開いた蓋の部分を回すだけでスパイスが簡単に出るので試してみましょう。口臭チェックをするにはどうすればいいでしょう？手のひらに息を吹きかけて匂いを嗅ぐこともできますが、この方法だと効果的ではありません。代わりに手首を舐めてみましょう。舌先で触れずに真ん中で舐めてから匂いを嗅いでください。そうすれば周りの人が感じている口臭をチェックすることができますよ。口臭を抑えたい場合にはしばらくの間話すのをやめてみましょう。話し続けていると口の中が乾いてしまい、唾液で湿らせることができずに多くのバクテリアが唾液に蓄積してしまうのです。そうすると口臭がひどくなってしまいます。オーブンドアの窓ガラスの間にはスペースがあるので、そこにブラシを差し込んで窓を掃除することができますよ。ドアの下の部分からアクセスしてみましょう。下の棚を開いてブラシを穴に押し込んでみてください。生卵の白身と黄身を分ける方法はいろいろありますが、特別なスプーンやペットボトルを使うこともできますし、卵の殻を割ってからゆっくりと白身を垂らす方法もあります。どの方法も簡単ではないので、初めて行う際はうまくいかないかもしれません。
っても何も使わなくても卵黄を効率的に取り出す方法があるんです。お皿の上で生卵を割ってから黄身を指でつかみ取ってみましょう。それを行うのは指にニンニクを塗ってからにしてくださいね。ご飯を炊く前に、やっと週末です。今夜は外食にしましょう。美味しい中華料理を食べることにします。窓際の素敵な席に着くとメニューと割り箸を渡されました。ここで2つの選択肢があります。お箸を紙の袋から取り出した後どうしますか？オプション A、 割り箸を真ん中から割る。オプション B、 ネットで学んだように先端から割る。ネットではオプション B のやり方で半分くっついた状態で使うことを勧めているサイトもあります。少し前までネット上では割り箸の正しい使い方に関するデマが広がっていました。それは割り箸の頭の部分の線は上部を折るためのものだという主張。折った後その根元の部分を箸置きにすれば食事中に箸を置けるというのです。箸置きは便利ですが、割り箸の上刃部分を折るというやり方は間違っています。ではもう一度。レストランに到着し注文をするとウェイターに割り箸を渡されました。今回はオプション A を選び箸を割ります。もし箸置きが必要だったらウェイターに聞いてみましょう。そうすれば持ってきてもらえるはずです。ちなみに私はお皿の上に置きます。割り箸の割り方は分かりましたが、お箸を使ったことのない人が正しくお箸を持てるようになるまではかなり時間がかかることでしょう。中国人は紀元前1200年からお箸を使っています。ちなみに当時の私はフォークを使っていました。当初は調理器具として使われており、食卓で使われ始めたのは西暦400年になってからのこと。その後この習慣は広まりました。そしてある時、日本人が現在使われている使い捨ての竹の割り箸を開発したのです。ちなみに世界人口の 40% は手を使って食事をし、 30% はナイフとフォークを使い、残りの 30% が箸を使っています。お箸が使われているのは東アジアと東南アジアで、主に中国と韓国と日本で使われています。もちろん世界中には様々な種類のお箸があります。例えば中国のお箸は一番太くて長く、主に竹やメラニン樹脂によってできていて、先端が太くて平らになっています。素材が滑りやすく滑らかなので、かなり持ちにくいのです。お箸を使って育った人と夕食を食べに行くときは次のことを心得ておきましょう。まずは食べている途中にお箸を置く場所を考えてください。そうすればテーブルが汚れずに済みます。お箸にはいろんなものがついているかもしれないので、直接テーブルの上には置かないでください。また絶対にお箸を茶碗の上に立ててはいけません。相当失礼だと思われるので気をつけましょう。店員から箸置きをもらって自分のお皿の横に置いてもらえばいいでしょう。もらえなかったら箸の先端をお皿やボウルの縁に立てかけておきましょう。さらに箸を置いた時に箸が刺している方向に注意してください。一緒に食事をしている人に向けてはいけません。一部の文化では無礼だと思われることがありますよ。ではお箸の正しい持ち方をお見せしましょう。ペンや鉛筆などを持つ感じで持ってください。そして頭の中でイメージしてみましょう。またこのように持たずに、代わりにこのやり方を試してください。箸の上に親指を置き、箸の下を指先で触れてみましょう。そして上の箸には親指と人差し指で触れます。中指は薬指と一緒に上の箸を支えつつ、下の箸を押さえる役割があります。難しく聞こえるかもしれませんが、慣れればそれほど難しくはありません。練習してみましょう。指が滑って下がってしまうようだったら、できるだけ上の方を持ってください。そうすればお箸を大きく開くことができます。お箸の使い方に慣れたら、料理する時も使えるようになります。でも金属製のものは使わないでください。金属はすぐに熱くなりますし、お鍋の底を傷つけてしまう可能性もあります。他の素材のお箸は天ぷらなどの揚げ物をひっくり返すときに便利です。最後になりましたが、お箸は食器洗い機で洗うときは注意してください。機械にはまって壊れてしまうことがあります。昔のように手で洗う方が良いかもしれません。次は他にも間違ってやっていたかもしれないことを見ていきましょう。批判するつもりはありません。間違ったやり方を改善するための機会だと考えてください。例えば電子レンジで残り物を温めたときに、
取り出してみたら真ん中がまだ冷たかったという経験はありませんか？これは電子レンジが最初に外側の部分を加熱し始め、大半の場合真ん中の部分の温度が上がらないためです。食べ物は広げて真ん中にスペースを作っておけばより均等に温まります。この秘訣を知っておけば早く温かい食べ物を食べられるようになりますよ。食べ物ついでに次は手羽先の秘密をお教えします。ほとんどの人は手羽先を両手で掴んでかじりついていますが、実は簡単な食べ方があるんです。2本の小さな骨を掴んでねじりながらゆっくりと引き抜いてみましょう。そうすればボーンレス手羽先として食べられますよ。食事をした後は歯を磨くのもお忘れなく。正しく磨いているかどうかチェックしてみましょう。まずは歯茎を傷つけないように柔らかめか普通の歯ブラシ